ゆずっとのみちゃんです。僕今日ねユニバに来てるんですけども、このユニバにはあんまり知られてないような豆知識とか裏技がねあるんですよね。で今日はですねそれをですねちょっと紹介していこうかなと思ってます。で今回紹介するものはですね、結構皆さんに役立ちそうなものであったり、あとはですねユニバから大々的にね公表されてないような、ね、ものをですね紹介していきます。でちなみにですねこのミニ TV では今後もですねユニバのね役立つ情報とかねいろんな情報をねお届けするんで、ぜひねチャンネル登録お願いします。じゃあ早速ねいきます。豆知識で早速ね紹介するんですけども、その前にこのシティウォークになんとですねこのねユニバのゲートを出てすぐのねこのシティウォークの入り口にほらスシローができたんですよね。いやこれめちゃくちゃ人気出ますよ。ユニバ帰りのスシローって最高ですからね、うん、しかも値段もねまだ安い方ですし、うん、これからね多分覇権握っていくと思いますわこれ。いやユニバ帰りのスシローって最高ですよね、うん、まあちょっと脱線しちゃったんですけども早速ね紹介していきます。なんとですねこのユニバではねタバコが買うことができるんですよね。でこれほんまにですねその公式ガイドブックとかに持ってないんですよね。そのぐらいねマジで知られてないんですよ。でそれが買える場所がこのねユニバのエントランス入ってすぐ左側にあるこちらのねバックロットアクセサリーでね買うことができるんですよね。で見たことないぞって思ってる方いると思うんですけども、そうなんですよ、一切表には出てないんですよね。で買い方がめちゃくちゃ特殊で、中に入ってクルーさんにタバコ買いたいですって言ったらね値段と種類が書いたねメニュー法をねもらうことができるんですよね。でタバコのメニュー法はですねこんな感じです。でこれねほんまにパーク内でね買うことができるんで、タバコ買いたい方はですねいちいち外に出てタバコね買いに行かなくてもいいんですよね。それぐらいね便利と思いますわ、うん、ぜひねこれからね必要な方はですね参考にしてください。続きで次はですね多分知ってる人は知ってると思うんですけども、なんとこのユニバでは自分の好きなそのキャストさんとかあとはそのキャラクターとかに手紙をね出すことができるんですよね。でその場所がこのエントランス入ってすぐ左側にあるこのゲストサービスでね出すことができるんですよね。でこれもですね表に出てないんですよね。でこれも出し方が特殊で、中に入ってクルーさんにファンレター出したりしたらね出すことができるんですよね。そして手紙にはですね、まあ、一番はそのキャストさんの名前を書いたらね、まあ、届くんですけども、それがもしわからない方はですね、まあ、その人が出てるショーもしくはパレード名とか、あとはその何日の何時に出てたとかね分かったらね、まあ、出すことができるらしいんですよね。でそれを分からない方はですね、まあ、その人の顔写真とか貼ってもね送ることができるらしいですね。でサイズはですね、まあ、大体まあ横が約20センチぐらいで幅は5ミリぐらいで、まあ、1センチあるかないかぐらいの、まあ、普通の手紙ならね入るね幅なんですよね、うん、だからぜひね自分の好きな人にね手紙ね書いてください。いや僕もねファンレター欲しいですねあでも僕にね出しても届かないですよ、うん、いつか作ります、いつか、うん、そしてこのユニバにはですねいろんなねそのロッカーがあるんですけども、なんとですね冷蔵ロッカーがあるんですよね。でその冷蔵ロッカーがある場所が、まあ、ユニバの近くでもここだけなんですよね。それがですねこのエントランス入ってすぐ右側のこのロッカーにねあるんですよね。でそのロッカーがある場所なんですけども、このねロッカーのこの奥側のここの部分、もうこれもなんでこんな隠れてんねんって話なんですけども、これがですね唯一の冷蔵ロッカーなんですよね。で値段はですね1回400円なんですよね。でまあ、今のちょっと寒い時期はですねあんまり使う機会ないと思うんですけども、まあ、夏の時期とか暑い時期はですねこれね結構ね使えるかなと思いますね。ですけど一応ですね冷蔵ではないのでねぜひねまた注意してください。でこれもですね、まあ、公式ガイドブックとかにもね載ってない情報です、うん、でもまあ知ってたら得かなと思いますね、人によったら。そして次はですねこのワンダーランドで使えるね豆知識ですね。でこれに関しては多分知ってる方多分多いと思います、次のやつは。でそれがですねでこの予約乗りは簡単に言ったら
このワンダーランド内の、まあ、指定のアトラクションの、まあ、乗りたい時間帯をですね設定することができるんですよね。だからワンダーランド内のアトラクションをですね予約することが可能なんですよね。で対象アトラクションはですね、まあ、これだけのアトラクションがですね予約なりに可能なんですよね。でこれね出し方はほんまに簡単で、まあ、持ってるスタジオパスもしくは年間パスの後ろの QR コードをですねこのね下の部分にねかざすんですよね。ここにかざすんですよね。でそうしたらこの下の部分をね OK 押すんですよね。でこれ3歳以下のお子さんがいるときはですね、まあ、左の部分を押していない方はですね、まあ、右の部分を押すんですよね。で今回いないので押します。でこれでね、まあ、乗りたい時間帯をですね、まあ、設定するんですよね。こんな感じです。でこれでね発券完了です。こんな感じでねもう発券することができるんですよね。そしてそれぞれの発券場所はですね、まあ、それぞれのアトラクションのすぐ近くにあるんで、まあ、分かりやすいと思いますわ。あとモッピーとエルモのゴーゴースケートボードの予約乗りの発見場所はですねこのプレーランドのね右側なんですよね。この2つがですね、まあ、モッピーとエルモのアトラクションの予約乗りの、ね、発見場所です。あとバブルバブルの発見場所はですねこのプレーランドのこの一番奥にねあるんですよね、うん、でこれに対するねいろんな疑問もあるんですけどもまず1個目が、まあ、予約乗りはですね、まあ、基本的にはね無料なんですよね。で、まあ、スタジオパスがない3歳以下の子供もですねそのスタジオパスを持っている方と一緒にね発見することができるんですよね。だから3歳以下のお子様でもね、まあ、発見することが可能なんですよ。でグループで一部に予約する場合はですねその人数分のスタジオパスが必要なんですよ。だから一つのスタジオパスで何個もね発見することはできないんですよね。で一度に予約できるアトラクションはですね1個のみなんですよね。あともちろんですけどもその予約時間過ぎたらね無効になるんですよね。で基本的にはその予約乗りの受付時間が、まあ、18時までなんですけどもその受付枚数になったらね終了することもあるんですよね。だからねこれからねユニバに行く方はですねこのね予約乗りねめちゃくちゃ活用した方がねいいと思いますわ、うん、そして次はですねチャイルドスイッチですね。チャイルドスイッチは簡単に言ったらその身長制限なのでアトラクションを利用できない方と一緒の場合ですね1回の待ち時間で付き添い者の方が順番で交互にアトラクションを利用できるシステムなんですよね。でこれはですねちょっとね変わったシステムなんでぜひねこれからね使い方はですねまたね参考にしてください。でここはですね、まあ、スパイダーマンのチャイルドスイッチなんですけども、まあ、基本的にはこれだけのアトラクションにねチャイルドスイッチがあるんですよね。はい、じゃあ今日はですねユニバの豆知識とか裏技をですね紹介していきました。で個人的にはですねこの予約乗り制度ねほんまにね使えると思うのでこれからね、まあ、ファミリーで行く方はですねまたね参考にしてください。あとやっぱチャイルドスイッチもねあんまりね知られてないんですよね、うん、で他にもねタバコほんまにタバコね売ってるって知ってる方ねほんまに少ないのでぜひねこれからねタバコ吸いたい方はですねまたね買ってみてください。でね、この動画が好評でしたらね、どんどんね、またね、続編ね、やっていくんでね、ぜひね、またグッド評価お願いします。はい、じゃあね、これからもね、いろんな動画あげると思うので、チャンネルとグッドが、通知ボタンも合わせて、バイ。